ってらっしゃい。
た右側にはございまして、川岩と呼んでおります。右手の岩ですね。川岩になります。がものすごく下げたとき、前の方はね、こういった感じになります。左は完全に干上がってしまいますね。で右と左、人が歩いて渡れる状態になります。
カチャという島ですね。こちらから見ると谷みたいに見えることから谷島と呼んでおります。
川の割れ島という島で、名前の通り真ん中ほどが割れております。この割れたところ、3月と10月ある一定の時期だけここに参りますと、こういう光景ですね。間に夕日が落ちます。
ません。